江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、車の話題なんですけども、韓国の自動車の話題ですね。新車なのに部品がない、ハイブリッド人気で慌てふためく警告車に批判殺到、倫理意識もないということでね、警告さんプンスコでございます。それではですね、記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。希望士48は最近運転をするたびにハラハラしている。おう、長い間待った末、最近引き渡されたキアスポーツ用多目的車 SUV ザニューソレントハイブリッドにきちんと乗る前に整備センターを探さなければならなかったからだ。出庫から半月も経っていない車で最も期待していた機能である遠隔スマート駐車補助システムが作動しなかったのも戸惑ったが、泣き面に蜂でセンター職員は必要な部品全片右側レーダーをいつ受け取ることができるか検討さえつかないと答えた。12日、医師は今すぐ出退勤に必要で車を利用するが、もしまた別の異常が生じるのではないかと心配だとし、古いモデルや輸入ブランドでしかありそうなことがキア自動車で起きて呆れたと訴えた。現代自動車キア自動車の新車購入顧客が適切な整備サービスを受けられず、不満を爆発させている。先端部品が故障しても受給が円滑でなかったり、受給システムの消費者の不便だけが大きくなっているためだ。イさんは昨年12月の2023年型モデルを契約した後、7月に約200万ウォンを去るにかけて現在の新しいモデルに変更して購入したが、戻ってきたのは機能不良だったとし、6日あるサービスセンターに行って修理を受け付けたが、担当者が日程に対する答えができず、キアホームページに不満を提起したが、やはりいつまでどのように解決するというはっきりした答えを聞けず気が引けたと話した。実際、医師の事例のように、今年最大の業績を予告した現代自動車キア自動車の事後サービスに対する問題提起は、随所で起きている。消費者告発センターなどには、この日までソレント新車で冷却水警告灯が点灯し、不安が大きくなったり、冬季エンジン騒音や警告灯の点灯まで様々な欠陥が寄せられたが、その中でも保証修理に対する不満が多数だった。一部の消費者は新車販売だけに急急とし、お金にならない事後サービスをおろそかにしたのではないかと批判している。キア自動車の関係者は、最初の事後サービスアフターサービス受付日である12月6日から営業日数5日後の12月13日に必要部品が整備所に入庫され、修理準備が完了してとし、アフターサービス部品需給関連顧客の不満がないよう努力すると明らかにした。専門家らは、現代自動車キア自動車が新車契約物量の消化だけに焦点を合わせたため、事後サービス満足度がかえって落ちていると指摘した。烏山大学未来電気自動車科のムン・ハクフン教授は、今年に入って人気が高まったハイブリッド車、その中でも SUV 部品を新車製造に集中的に供給する傾向が明確とし、サービスセンターで修理用部品をいつ受給するか確実に知らせられなかったのも、このような理由のためである可能性が高いと見た。それとともに、彼は消費者が国産車を選択する理由の中でサービスへのアクセス性が最も大きいだけに、国内完成車業界も販売後のサービスにさらに力を入れなければならないと助言した。まあ、基本の木だね。はい、じゃあですね、こちらに対して警告の反応いきましょう。はい、それではですね、一人目。日本車の関税をなくそう。国で今の元気はもう守ってくれ。そうしても民主労総は腹を立てるだろうが。156-17。道路の車 90% が元気車だよ。わらわら。どうせ年越したらみんな買うから消費者だけがカモだよ。わら。76-0。年式が変わるからか。本当にどんぶり勘定だね。車を直すことまで消費者が考えなければならないのか。むしろ輸入車なので部品運送に時間がかかると言われれば理解はできる。ところが同じ国でそんなに長くかかることか。パッと見ても車だけ売って事後サービスは行方不明。サムスンギャラクシーが故障して部品がなくて長くかかるなら大騒ぎになるだろう。31-1。ジヨンビソンさん、現代自動車会長、天にいらっしゃるおじいさんのジヨンジヨン会長が夜眠れないでしょうね。能力がなければもう降りてこなさい。一体、元気車は新車が欠陥だらけで、車の急発進事故に我知らずと耐えて、今や、C 国車の水準にも及ばない状況だ。
貴族労組のために車の価格だけを大幅に引き上げる独占企業の横暴にうんざりしている。国民をかもと考える現役者はいつまでうなぎ登りだと思うな。16-0部品だけないの。社会的企業としての倫理意識もないよね。14-1それで日本車を買い、余裕があればドイツ車に乗るのだ。現役車に乗るのが愛国ではない。11-1国産車を買う第一のメリットが早い修理だった。自動車も機械なので故障はあり得るし、理解はできる。ところで、最近、現代、キアの国産車さえ、部品受給ができなくて、何ヶ月も待っているという話をよく聞く。しっかりしろ。7-0よく聞くんだ、この話。もう、レンタカー借りりゃいいんじゃ、台車借りりゃいいんじゃない。じゃあですね、チャットの反応行きましょう。そんなカリカリすんなよ。台車出るんだろ？出ないのかな？共食いすれば得意だろ。たまにワイパーつけずに売ってるんだから大丈夫だろ。わら。おいおい、部品交換ができないのかよ。部品を揃えるのが普通じゃない？補修用パーツがありませんって。修理用パーツ組み立てに回したんじゃなかろうな。わら。新車なのに。新車でも旧車でもまともな製品がないんだよ。交換部品も欠陥品だからね。そんなやから日本でも売れへんのやぞ。アフターサービス不安定とかありえへんわい。市場の需要が高いと納期は遅れるよね。じゃんけんして負けた方が部品を取られる。ニコイチ修理、それサービスって言わんだろ。わら。相変わらずの見切り発車だから日本じゃ売れんのよ。どのような理由だよ。わらわら、いい加減すぎるだろ。わらわら。交換部品、修理用の部品なんて確保してるはずがない。メンテナンスなんていう概念を持っていないんだから、販売用の品に全部使うに決まってる。こっち見るな。関税撤廃したら価格上げちゃうぞ。わら。トヨタの今の納車どれぐらい待ちなんやろ。半年くらい。車を直すことを消費者が考える。何言ってるんだよ。考えても部品が抜ければ直せないだろ。売りの商品に欠陥はないにだ。修理、故障は発生しないにだ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。